寒い。はい、皆さんおはようございます。エルカチャンネルのショーです。10月1日からタバコが値上がりまして、自分が吸ってるタバコもですね、どれだ、これか、これケントなんですけど、これも30円値上がりまして、410円だったのが440円になりました。それでもまだ440円なんですけど、ものによっては500円台に入った500円台に入ったものもあります。いやー、高くなりましたね。思い返すと、確か小学生の時にうちの親父がちょっとタバコ買ってきてって言って買いに行ってたんですけど、確か280円だったかな、その時が。それから考えれば、倍までとは言わないけど、もうほぼ倍に近いぐらいの値段になってますね。いやー、で、周りでよく言ってたんですけど、あのまとめ買い、まあコンビニとかでもよく声はかけられたんですけど、ね、まとめ買いしてって。まあ個人個人の仕方なので、まあなんともなんですけど、まあ俺はもう全然まとめ買いはしてません。もうどうせしばらくし、そのなんだろう、まとめ買いしてもしばらくしたらそれもなくなっちゃうんで、結局新しい値段で買わなくちゃいけなくなるってことなので、あんまり気にはしてないですね。なので今日も普通にコンビニで買ったんですけど、あ、そっか、値上がりしたんだと思って。まあでもとうとう500円の時代がやってきましたね。1000円で3つ買えてたやつが2つしか買えないとか。まあ3つはもうさすがにないですけどね。あ、そうですね、あとは電子タバコか、電子タバコもほぼ500円台ですかね。いや、なんだろう、電子タバコまで上げちゃったらねと思うんですけど、なんかなんだろうあ、そっちに変えた人たち結局ね、いい値段じゃんって感じで、何、タオルがないだけでしょあれね。で、よくわかんないけど、あの紙巻きタバコも考えました。紙巻きっていうか、あのなんだ、自分でね作るまとめがあっちもね考えたんですけど、まあしょうがないっすね、値上がっちゃったもんは。嫌ならやめろって話なんで。でもなかなかやめたいって言ってもやめれないよね、吸ってる人たちは。まあ僕もそれな、僕もなんですけどね。ああ、まあしょうがない、慣れればもう そんなもんってなるでしょ。まあそういうことで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。